何のために戦うのか。レースに勝つため。もちろんそうだ。でもそれだけじゃない。私たちはもっと大きなものを背負って戦っている。ないものは買える便利な世の中で、ないものを生み出すことに固執する。一番厳しい選択を自ら課す。絶望の淵に立たされる。くじけそうになる。でも決して諦めない。自分たちの力でハイブリッドのさらなる進化を追い求める。勝つ意味はそこにある。そして未来の車につながることを目指している。